お疲れ様です。お疲れ様です。今日はニューヨークチャンネルの撮影に来ていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いろいろ咳するならちょっと帰ってもらう形になります。フェブラリーステークスのコースがダート、府中ダート 1600m なんですけど、うん、このババってお前からしたら広瀬アリスなわけよ、俺の嶋佐さん。なるほどね。屋敷さんも広瀬アリスか、うん、やっぱニューヨークさんがやっぱ一番緊張するわ、うん、やっぱってなっちゃうのは、ただ素直な今の現状をお話できたらなと。それいざ出たい出たいとは思っていたものの、いざ奥田さんを目の前にするともうこれ見るもんだなと。だからその本当にその YouTube さんじゃねえ、その本当にそのちょっとすごいやばいっすわマジで。じゃあ行きましょうか。はいはい、行きましょう。ちょっとやばいっすよ。おはようございます。どうもニューヨークです。お願いします。はい、ということで今日はコトラのお二人に来てもらいました。コトラ、ありがとう。お久しぶりです。久しぶりやんな。最近はご無沙汰で。そう。競馬やってる？競馬やってます。調子はどう？最近まで G1 4連勝お4連続的中。あ、じゃあだいぶいらっしゃい、儲かったんじゃない？そうですね、1万ぐらい4レースでうんぐらい勝ちは。あ、そう、うん、なるほどね。ちゃんとかけてるな。ちゃんと今はかけるようにして、で、問題はりょうくんなんだけど、いや、なんか様子おかしいな、ずっともう、ニューラジオゼロもやってくれてるけど、そこでも様子おかしいし、今も様子おかしいし、このままやったら俺、車みたいな失敗する動作作りたくない。俺は二度とあんな失敗作が作りたくない。失敗作ですね、俺が作ってしまった最大の失敗作。いや、どう高いな、車なん、どういうこと。このままやったら壊れてまうから。でも様子おかしいやん、そうですよ。一応その、ね、車さんから今日ここに来るっていうお話を小馬さんにご報告したところ、うん、一応その屋敷さんの口角が上がったり、うん、2人がのけぞった瞬間に、うん、今後の芸人人生のこととか全部捨ててリミッターを全て解除しました。間違ってる、間違ってる、全部間違ってるから。車さんにはそうあったよ、あげたも失敗作なのよ。あんなやつの言うこと聞くなよ。いやいや、だから俺らのこと好きなんですね、コトラのリョウ君っていうのは芸人になる前に俺ら出待ちしてくれてたりするぐらい好きで、単独ライブでも普通に見に来てくれてたんだよね。で、まあ、車も俺らのこと好きって言ってくれてるみたいなとこは、まあ、共通点としてあるんやけど、そうね、嬉しいよね。車も様子おかしくなってもうてんか、それが行き過ぎて、なんかもうそれが行き過ぎて、まあ、神保町ね、花鳥月ライブで、うん、可愛い俺らのなんかね、感じやったのに、もう今変な暴走したモンスターみたいになってもうで、りょうくんはりょうくんで、なんかニューラジオゼロでなんか、いや、結構話題になってる時点でまだ俺は見てないって言うてニューヨークさん来てない。ニューヨークは9%させてもらえるのが3%。俺が悪いんだよ。俺が悪い。俺お前来てないよ。いや違うって、俺が一番好きだってって思いながら、神保町と絡むのが違うってずっと。だって俺も好きだった先輩たち今全員ちょっと嫌いだもん。さよなら花鳥風月だけど俺はちょっと見入れてない。そこで様子おかしいなと思って聞いたら、なんか好きすぎて見てないみたいなことやね、簡単に言うのね。いや、そうなんですよ、うんうんうん、好きだし、うん、やっぱその神保町の人たちって、うん、売れてるニューヨークさんしか見てないっすよ。そう、最初からそうですけど、じゃあお前らはロケットライブやバチバチでできてる見てんのかって話なんです。俺からしたら見てなくていいとか、それお二人はそれは言うに決まってるんですよ、そういう風に。
だけど、そういう時に、そのなんかね、その通常ライブのゲストぐらいに思うなよ、ニューヨークをと思って。あもちろんゲストさんがに逆らうとかそんなことはないんです。僕はお笑い全体大好きなんで、やっぱ。めっちゃ好きなんで、皆さん好きなんで。やばいって言ってたんで。ファニーポイントたまりまくってんだよ。ファニーポイントやばいっすよ。オンラインチケット、はい、オンラインチケット見てます。オンラインチケットと、あと普通にもうライブのチケットと。あ、そうか、チケット、吉本みたいなもんやから。でも、めちゃめちゃその最近はね、もちろん学生お笑いとかも増えたし、多いけど、もうその中でももうお笑いが結構好きで入ってきたんだもんね。そうライブとかも見に行ってて。そうですね。お笑い最初始めるつもりなかったんですよ。やっぱりもう見る側がいたかったんで、僕、制作会社に入りたかったんですよ。ああ、俺と一緒や。あ、でもこいつ、そうか、入ってかなきゃいけない。制作会社の下請けみたいな、下請けの下請けみたいなところから、なんかもう本当にもう日雇いのバイトみたいな、うん、泥みたいなところで大学の時は働いてて、うん、あ在学中に、はい、バイトでずっともう多分そこのところから、うん、もう就職するんだろうなと思って幸せやったのそこで働けてその芸人さんとか触れ合えてたのやっぱその喋れこそしないけど、うん、その前説の芸人さん見れたりとか、あ僕からしたらやっぱ前説の芸人さんでもやっぱね彩りトップとかの方々が来るんで誰とかだったのその当時だったらやっぱその M1 取る前のトレンディエンジェルさんとか大学1年生からバイトしてたんですよでもみんなはそんなわーってならへんけどそうですね亮君的にはもう最高やっぱりもうやばいなとかそう田畑藤本さんとかすごいって思ってて、うん、でやっぱニューヨークさんとかがちょろっと出たりするとき、うん、ああ、ニューヨークさんだとかも思ったりするんですけど、やっぱその、そういうのあんま顔にも出しちゃいけないじゃないですか、うん、その態度に出しちゃいけないから、うん、ずっとその気持ちを押し殺して、うんうん、で、その僕がそういう気持ちを押し殺してることに気づいた上司の人が僕を呼び出して、うん、お前さ、本当にこの仕事やりたいのって言って、うんうん、で、僕も、はい、やりたいですって言ってたら、うんでその人もちょっと変わった人なんですけど、うん、そのオフィスをルンバが走ってたんですよ、うんうんうん、そのルンバを足で食って止めて、うん、このルンバを開発した人間と中川家、うん、お前どっちがすごいと思う、うん、って言われてで僕はいや中川家さんですってその、うん、答えて、うん、でなんでだって言われて、うん、いやそのやっぱ M1 第1回取ってますし、うん、で今もそのトップとしてそのずっと走ってやっぱ漫才やっててみたいなものはって言ったら、うん、それなんだよって言われて、うんうん、やっぱお前は尊敬してる人間の下にいないとダメなんだよ、うんうんうん、尊敬してる人間の下にいないとお前は人生楽しくないとだってお前、うんルンバ作った人が近くにいてお前なんか当たり前のこと言ってもお前の中で結局芸人の方がすごいわけでしょみたいな、うんうんうん、まあなんかちょっと分かりにくかったんですよなんかその説明をもらってで俺結構分かったで、あじゃあ入るってなって、うん、でそのまま内定をで俺別にそのお前がお笑いうまくいかなかったらまた戻ってきたらいいからめっちゃめちゃくちゃいい人だねその人って言われてその卒業大学卒業するぐらいの時に言ってもらえてでまあ俺もファンだったからそのもういっかと思って入るなら入って裏知ってやっぱ無理だったなそのなるほど、ね、一番近くで見てみようかなみたいな知ってるしと10年選手20年選手の先輩方見てるしと思って、うん入ろうと思って入ってでやっぱ今に至るんですけどやっぱあそんな感じなんやそうなんですだから入るつもりは本当にもう入ってみてどうやったん実際入ってみてそのやっぱ毎日難しくて辛くてやめたいんですけどやっぱその、うん、こういうビッグ心があるからその心が満たされる時があるからやめられないんですだから多分ニューヨークさんが今ここにいる時点で、うん毎日毎日辞めたいって福井には言ってるんですけどあ、そうだマジ毎日って毎日辞めたい、毎日解散したい、毎日劇場苦手でそれなんで怖くてあーめちゃめちゃネガティブなんですよえそうなんだ考えなくていいこともいろいろ考えちゃうんで他の人よりライブが1本少なかったりとかそのちょうど自分たちがやっぱそのまあ無限大で言うとサードセカンドファーストとかあって僕らがサードクラスまで行かせてもらった時に、うん、他のサードクラスの先輩方がすごいのが分かってて、うん、で自分たちがサードクラスで自分たちの実力がないのも分かってるけどこの人たちと同じぐらいの仕事量がもっと頑張ったらあるんじゃないかって思ったら、う
それぐらい頑張れてない自分たちはやる資格がないと思ってやめたくないなえ、でもさ、思ったよりええこととかあ、意外と俺戦えてるとかさ、でも他の同期と比べたらさ、うん、だいぶいい方じゃん。それはどう思ってんの？まだ芸歴浅いのに。正直その僕が入っちゃった時点で、うん、僕より下の24期、25期、26期、うん、だから、まあ、僕らの同期で言ったら主席の金魚番長と、ここのラインは、うん、僕からしたら全員その芸人さんじゃないんですよ、まだ。あ、まだ僕が見てきた人たちだから。あ、なるほどなるほど。だからここに本当に大きな差があります、23期以降に。だからそれこそ令和ロマンさんとかサンタモニカさんとか、うん、あ、じゃあ同期とかに比べて自分の方が受けてたりしても何もすごいとは思わへん。すごいとは絶対に思わない。それは多分 お客さんがそう、僕らのことを好きでいてくださる人は笑ってくださいますし、やっぱ、うん、その僕ら実力じゃない、その本当にそうです、それは。マジで見たことないわ、こんなやつ。本当だね。いや、めちゃくちゃ変なやつ同士やったんかい。変じゃない、いやでもそうですね。でもさ、応援してくれる人がちょっとずつ増えてきたりするやん。増えてきて、それはどう思ってんの？本当にありがたいですよ。ああ、そうね。で、悲しむなとか思うやろ、解散したりやめたりしたら。思いますね。だからそのいつもその夜そのファンレターとかはありがたいこといただくんですよ。で、それをそのトイストーリーの宝箱みたいなのに入れてるんですけど、うんうんうん、それを夜な夜な見て、うん、泣きながら解散をやめてるっていうのが多いです。でも大好きなお笑いの世界で間近に芸人さんおるのって何が辛いの？早くない？その時期来るのというか。俺みたいなやつがとか頑張れてない自分が苦しいの？頑張れてない自分が悔しいですよね。そうですね。だからで、もっと自分はできるはずだよな、だってあんだけ俺見てんだぜ、なのに結局平場で前に出れないってことは、うん、俺が今まで見てきたその平場のやつを俺はただ客側として楽しんでただけで、うん、この時間を何にも生かせてないって、うん、そう、あの時の幸せだけで満たしてて今何も生かしてないなら、あの時使った時間は今使えてないじゃないかって。いやごちゃついてんな考えが。その お笑いが大好きやった時間は別にそれでいいや、楽しいんやから。そうですね、俺もそうやし見てきたもん、はいはいはい、でもこんなの何の意味もないから舞台の上だったら。そうですそうですそうです。それが初物じゃない。で僕は多分それをそのお笑いを見てきた時間を外してしまったら、うんうん、僕なんて多分何も残らないですよ。なんか難しいな。1個考えがカチンってハマれば正常に戻りそうだけど、1個全部ずれて持てんねん。なんかそうだね、そういうことじゃないんやけどなって感じやな。え、これ福井はどうなのかな。だから亮が毎日こんなこようなこと言ってるわけでしょ。はい、福井的にどう思うわけ。じゃない、でも言われてるのは、うん、俺は寝たらなんとかなるからって言われてるんですよ。でも結局毎日同じようなことが行われてるんで、あえ、どうしようどうしよう、こっちもあ なんて言ってあげればいいのか。でネタとか考えてんねん。ネタはもう100-0で。なんだお前。何してんのお前。支えてやれよもう。解散したいって言うと相方にネタ書かしてお前競馬ばっかやってんだよ。で馬は大好きなんで。何こいつ。気持ち悪いやつだな。やっぱそのお笑い好きじゃないから、その好きだとは本人は言うんですけど、僕からしたらその芸がないと思うんですな。もうごめんなさいごめんなさい。でもさ、だから僕はこういうのでニューヨークさんをなめんなっていうのでよく怒るんですよ。でそれもですし、やっぱじゃあ何してる時が苦しいの、芸人やってて。舞台出てる時、舞台的に。いや、舞台出てる時は本当に楽しい漫才やって滑ったの、受けたり滑ったりして。あ、滑ったら楽しくないです。まあそりゃそうだ。そうですね。でネタ作ってる時は、ネタ作ってる時はネタは本当にもう割とこれも良くないと思うんですけど、うん、趣味みたいにすごい作っちゃってて。めっちゃいいやん。毎日ネタ考えるのはすごい楽しいですし、いや、そんな喋ってる時とかなんかメモ取って、なんか、わって、なんか本当に楽しい。
めっちゃええよ。それはもう羨ましいよ。そうですね。で、だからその仕事にされちゃうと、うわってなるんですよ。その新ネタライブがあるから、うん、ネタ5本とか、その単独ライブ前とか、うん、ネタ5本作っていついつまでにとかやると、そうなるとなんかもう。ちょっと、いや、それは仕事だよ。それはどうなんですか。その仕事に言えない、普段からやってるから、そういう頭の中で意識しなきゃいけない。でもその仕事だからって思わないのがいいですね。でもあ、メンタル的なことだよな。だからいろいろと何してる時が一番楽しいの、仕事で。いや、一番楽しい時だし、楽しい時でね、仕事でね。マジ、わけわかんないような神保町のコーナーとかでちゃんとフューチャーされた時とかが、すごい良かった。だからいいじゃん、そういうことじゃない。あと、あの、この間せ、衝撃デリバリーの勝山さんのお家でパスタを食べさせてもらったんですけど、その時とかすごい楽しかったです。ああ、芸人がいっぱいおる中で。そうです。やっぱ先輩とかともあまり仲良くそうなんよできない。その、僕が、僕が好きな方々、やっぱ神保町にもたくさんいらっしゃってて、まあ、先輩方は本当皆さん好きなんですけど、その僕ってやっぱそのお笑いの話を聞きたくなっちゃうんですよ。その熱い話がしたいじゃなくて。あー、なるほど。で、芸人さんってその飲みの席でまでそんなスイッチ入れたくもないし、キモいじゃないですか、この話。あー、まあそう好きな人もおるかもしれんけどね。だからそのやっぱ素敵じゃないかさんとかは、よくご飯連れてっていただいて、その、いやお前キモいであかんでみたいな感じで言ってくださって、あ、まあ、でそのたびにそのちょっとあかっこいいってなって、あ、すごいな。スイッチが終わりますね、それって。もうだから花鳥風月に関して言うとどういうことやったの。そのだから花鳥風月に関しては本当に出てる先輩方皆さん大好きで、そうやな、うん、やっぱ九番街さんとか素敵じゃないかさんとかお世話にもなってて大好きで、で、ナイチンさんとか令和さんとかってめちゃくちゃ好きなんですけど怖いんですよ、まあ、僕らは。おしゃべりもあまりできなくて、で、そんな方々がたくさん集まってるライブなんだから絶対見た方がいいのも分かってるんですけど、でもそこにニューヨーク入るの違うよってなっちゃって、そのなんで、神保町の祭りなら良かったんですよ。神保町の祭りは、うわ、そこ建てねえのか、マジかで、あれ建てねえのどうなのって言って2人で多分埋めて、その解散するかしないかみたいな話になるんですけど、そこにニューヨークさん入っちゃったら、もうそんな、それはもう全部俺らが悪いから、そのそこに入れてないのもだし、いや、入れてないなんかないよ。だって、あの日俺らがレンライブに出てさえいれば、いや、でもそこで普通喋って終わりやと思うよ。別に不満とかないやろうし、まあ、決まんないだろ、別に。まあそうですね、不満はないですね、本当に。そうですね、そう、別に。そうなんですよ。だってあそこにおらんな、おもんないとかないやん、別に。そうじゃん、いっぱいおるやん、そうやって。でもおもろいやつは面白い人もちろんいっぱいおるよ。俺らが逆に呼ばしてもらっただけのさ、やっぱその YouTube 出てくれたりした。まあでもそうですね、そのやっぱその神保町吉本の漫才劇場という枠組みの中で、連ライブというものがあって、その連ライブに出る権利を持っている人がもう全芸人さんの中からもう結構キューってなってるわけですよ。ああ、連に出れるのか、はい、で、連取り風っていうので、僕らはその時取りクラスだったので、可能性として出れていなくもいなかったって考えたら、やっぱりなって思って。例えば例えばナイチンさんのサタデーナイチンフィーバーで、まあ、僕らの同期があそこでおはようございますって言って、で、屋敷さんがそこでおはようございますってすごいすぐ挨拶するやつがおったってフューチャーしてくださってたじゃないですか。あの日僕らが単独ライブをやっていたら、あそこが僕らだったんじゃないかってなったら、やっぱりそうですね。いや、そっか。その持ってないっていう、持ってないだけやん。持ってないっていう言い方があってるのがあるけど、たまたまやっていうだけやん。だから嫌やった、悔しいの。そうですよ。だからその本来神保町吉本漫才劇場の、その鳥クラス、風クラス、月クラスの芸人にニューヨークチャンスってないわけですよ。が、で、あの1ヶ月間だからそのニューヨークフィーバーだったわけじゃないですか。チャンスがいっぱいあったとか、どこにも食い込まれへんだとかってことか。俺ら、ってなっちゃって、見てるだけでいいのってなって、で、焦んないんですよ、こいつら。いや、焦んないよ、それ。焦らんでいいし。
で、そのなんか、で、なんかその、選んでいいよ。そしたら、その、全然。まあでも、奥田さんからその競馬のやつでちょっとお話いただけるかもしれないよ、うん、その競馬じゃん、うん、神保町と競馬は関係ないから。うん、まあ、福井の気持ちの方がわかるよ。スピンとこいよな。焦らないよ。なんか、あの、思ったは思ったんですよ。あの、ちょっと持ってなかったなとか、その連に出ていればもしかしたら何かあったかもしれないかなとは。隣に量もおるから合わせるけど、お前1ミリもそんなもん思ってねえだろ。ほんとはいや、1ミリは思いましたよ。1ミリかさすがに。さすがにちょっと思いました。ちょっと思いましたよ。でも、別にそんなに なんかこんな、なんか深刻に、うん、なるわ、そりゃそうよ。変異は、そうよ、それ変異。それ見てくれたの、課長風月は。いや、見ましたよ、見ました。ああ、そうなんか、すぐたくさん見ました。でも今のじゃあ、モチベーションっていうかさその、理想はどんな感じなの。それは、本当に最高パターン。最高パターンは、本当にお金いらないから、うん、毎日仕事で埋まってほしい。言ったことないって。全芸人さんが歩んだ道を。フィリピンに行きなさい。フィリピンに行きなさい。いや、さっき上がってましたけどさ。あの人たちはみんな最高だぞ。いや、でも聞いてください。その住みます芸人の人たちは、その住みます芸人としてもあれじゃないですか。だから考えたんですよ。住みます芸人で海外に行くかって話もしたことあるんですよ。早いって。したことあるよな。早いよね。なんでかっていうと、住みます芸人の人たちはその1年に1回帰省みたいな感じで出てきた時、お正月番組総なめにするんですよ。ああ。深夜番組とか総なめじゃねえよ。俺見たことない。で、その無限大のプレミアムデッドライブとかも1個ポコッと入ったり。プレミアムデッドライブとかって言ってんの。いや、ほんとにその話したよな。何時やってるライブの1個だよ、それ。だからその毎日やってるライブだよ。その地方の住みます芸人さんだと、その帰ってきた時とかはやっぱりそのあんまりないね。だから別に帰ってきたとかないから、うん、まあちょっとでもお客さんとかその見てくださる人が増えるんだったら地方の住みます芸人も考えた方がいいよねっていう話はずっとしてたんですけど、うん、でも海外が来た時、海外って本当にそのだからそのお正月もあるじゃないですか、そのテレビ東京の3時間生放送とかネタ祭りとかに あの辺全部その一周できるというか、お正月番組そんな面にできるじゃないですか。そんな面じゃないねんよ。まあまあ出たりするやろうな。そうです。あれがあるんだったら俺は海外行かないかっていう話はして断られたんですよ。なんかもせんよ。海外なんで正月のプレミアムネタライブのために行かないので断られて断るよ。断りますよ、さすがに。いや、本当にだからその芸人さんが通った道を通りたいです。だから、でもそれは結構辛い道かもしれんよ。ストレス的には毎日やめたいと思ってる気持ちもっと強くなるぐらい辛いかもよ。そうですね。でも毎日やっぱすごい先輩方に会えるのであれば、うん、でも毎日負けんねんで、そしたらまあでも自分はダメだって。俺らもそうやけど、毎日負けてんねんで、みんな勝ったの方が少ないからな、多分。まあでもそ、でもやっぱその承認欲求強いんで、その仕事があればちょっと気持ちよくなるのかなと思って。なるんかな。もっと新しい悩みになるような気もするけどな。まあ、だからちょっとコトラチャンネルの方行きましょうか、続きは。続きはじゃあコトラチャンネルで、はい、行きたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。やっぱその一応何かあったらと思ってニューヨークさんのサインとかも持ってきたんですけど、ああニューヨークさんのサインとかも持ってきてたんですけど使うところなかったですね。それいつのやつ。これは2014年とか14年ですね。2014年の4月7年前。なんでなんかあるかなと思ったんですけど、あやっぱ使う、ね、ところは福井は何も考えてないかでしょ。僕はもう考えてないです。はい、続きコトラチャンネルにありますのでよかったら見てください。チャンネル登録もお願いします。お願いします。